私はできないんですけど、口を開けて顎を動かさないようにして歌うといいっていう話で、それはできなくて、腹話術みたいな感じでやればいいですかって言ったら、ああいい着眼点だねって言われたので、腹話術みたいにして歌ってみたいと思います。ちょっとまず普通に歌ってみます。届くはずない思いばかりがでかくなって日を遮る。これを腹話術みたいにして歌ってみようと思います。届くはずない思いばかりがでかくなって日を遮る。口を使わないと用なしに喉の奥を開けないと声が出ないので、いい練習方法かもしれない。